外交官、政治家のウィリアム・イーデンが、1789年に、アイルランド貴族、1793年に、グレート・ブリテン貴族としてジョイされたことに始まる。以後現在まで、イーデン家によって保持されている。第三代順弾者クサーロバート・イーデンの三男、ウィリアム・イーデンは、アイルランド担当大臣、在スペイン・イギリス大使、商務長長官などを務めた。 政治家で、1789年11月18日に、オークランド男爵に、1793年5月22日に、カウンティ・オブ・ダラムにあるウェスト・オークランドの、オークランド男爵に除された。初代男爵が死去すると、次男のジョージ・イーデンが爵位を相続した。彼は、商務員総裁、王立造平局局長、海軍教、インドの総督を歴任し、 1839年12月21日に、カウンティ・オブ・サリーにある、ノーウッドのイーデン男爵及び、オークランド伯爵に除された。しかし生涯結婚しなかったため、この二つの爵位は一代限りで断絶した。なお、ニュージーランドのオークランド、オークランド市内にある、イーデンパーク、近郊にあるイーデンさんは彼に由来する。 三大男爵となったのは二大男爵の弟のロバートである。彼は聖職者でソドマン主教やバースウェルズ主教を務めた。三大男爵が死去すると、その長男でザイカールスルーへ代理講師などを務めた外交官のウィリアム・ジョージが就職した。その長男のウィリアム・モートンが五大男爵に、 ウィリアム・モートンの次男のフレデリック・コルビュンが六大男爵となった。六大男爵には子がなかったため、彼の没後爵位は五大男爵の重邸である、ジェフリー・モートンが相続した。ついで、ジェフリー・モートンの弟のテレンスが八大男爵に、テレンスの長男のヤン・ジョージが九大男爵となった。 第10代となる、現在のオークランド男爵は、イアン・ジョージの息子であるロバート・イアン・バーナードで、1997年7月28日に、就職した。ありがとうございます。